同級聖一郎は、日本の政治家、元衆議院議員、タレントの社英子は名にあたる。宮崎県宮崎市生まれ。宮崎県立宮崎南高等学校、上智大学外国語学部卒業。上智大卒業後は、コロンビア大学国際公共政策大学院修士、家庭に留学。1979年、シティバンクに就職。 1982年から野村証券に勤務。2003年、JICA からインドネシア財務省に派遣される。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で宮崎二区から出馬。自由民主党の江藤拓に敗れるも、比例九州ブロックで復活し、初当選した。同級の当選により、2005年の 第44回衆議院議員総選挙で米沢隆氏が落選して以来4年ぶりに民主党が宮崎県で議席を獲得した。2010年5月31日、宮崎県で発生した皇帝益問題への対応が遅れた農林水産大臣の赤松博隆に対する不信任決議案が衆議院本会議で採決された際には反対票を投じた。 2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に民主党公認で宮崎2区から再び出馬するも再び江藤に敗れ比例復活もならず落選した。2013年4月16日民主党は道9を同年夏の第23回参議院議員通常選挙の宮崎県選挙区の候補者に擁立する方針を決めた。 同年7月21日の第23回参議院議員通常選挙では自民党新人の長峰誠に3倍以上の得票差で敗れ落選。民主党からの宮崎県選出議員は衆参ともに0人になった。2017年9月28日、民進党宮崎県連が第48回衆議院議員総選挙に道9を宮崎一区に擁立すると発表。 同日に民進党は希望の党への合流を決め、10月3日に、道9は希望の党の一時公認を受けたが、民進党宮崎県連が希望の党に保守色の強い、中山茂明元文部科学省が参加していることに反発し、道9を支援しない方針を決定。翌4日に、道9は公認を辞退し、選挙にも出馬しなかった。ありがとうございます。